フィニッシュハウンドは、フィンランド原産のセントハウンド犬種である。別名は、フィンスクシュトーバで、原産地名は数面なヨコイラ、もしくは訳してナヨコイラだが、フィンランド語をほぐせる人でなければ聞き取り、発音がかなり難しい。18世紀頃から存在していた猟犬である。ヨーロッパの猟犬種の犬や、イングリッシュフォックスハウンドなどを交配させて誕生した犬種で、もともとは養子に、 かなりのバリエーションがあった。しかし、本格的に本種を犬種として確立するため、1932年にスタンダードが定められ、イノシツを向上させるために厳しいブリーディング管理が行われた。その結果、フィンランドのケネルクラブに公認犬種として登録され、後にフシーにも公認犬種として登録された。フィニッシュハウンドは、ノウサギやキツネ、オ山猫やヘラジカ、 野生のトナカイといった様々な動物をセントハントするのに使われる。獲物の匂いを追跡し、時々吠えて主人に自らの現在地や獲物との距離などを教える。本種の働きは匂いで獲物を追跡して発見することだけで仕留めたり回収するのは主人の仕事である。しかし、本種の嗅覚の鋭さはフィンランド一であるとされ、 自主的な量を楽しみたいカリュードにとっては最適の猟犬なのである。フィンランドでは今日も猟犬として非常に人気の高い犬で、同国では毎年3000頭以上の子犬が生まれ登録が行われている。大半は猟犬として飼育が行われていて、ペットや消毒として飼われているものは稀である。フィンランドでは大人気の犬種であるが、 県産国以外ではあまり見かけることのできない、珍しい犬種である。フォックスハウンド系の犬種でそれらと、姿はよく似ているが、本種は足が長く、スクウェアな体格をしたいのである。筋肉質で引き締まった体を持ち、首と、胴も少し長く頑丈である。目は小さめだが、眼光は鋭くなクリンとした顔つきである。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。 コートはさらりとしていて少し固めのショートコートだが二重構造で寒さに耐えることができる。毛色は典型的なハウンドカラー。この色はビーグルなどにも見られ、ベースはタンでマズル、ブレーズ、首、胸、腹部、お先がホワイト、そしてサドルにブラックが入った毛色である。対抗はオス55から61センチメートルで、 メス52から58センチメートル、体重は、雌雄ともに20から25キログラムの大型犬である。性格は冷静だが人懐っこく、仕事熱心である。獲物の匂いを追跡することが大好きであるが、獲物を仕留める種ではないため攻撃的な性質を、ほとんど持たない。有効的で協調性が高いため、性格面ではペットによく適した犬種である。とはいえ、 喫水の良犬種であるため運動量が多く、仕事柄により吠え声が大きくよく響くので、その点に注意して飼育する必要がある。ありがとうございます。